天子寺は、プロレスラーの天山広吉と、小島里氏によるタッグチームである。命名は、週刊プロレス記者の湯沢直也。天子寺の二人は、天山が1990年新日本プロレス、入門で、小島が、翌1991年入門のほぼ同期の間柄であり、小島のデビュー戦の相手は山本が務めている。ヤングライオン時代から、 よく前座の試合でタッグを組んでおり、金本浩二西村治とのタッグマッチでは、前座の試合ながら、週刊プロレスの関東カラー3ページを飾ったこともある。1993年のヤングライオンハイ優勝後、山本は海外武者修行に出発し、1995年に天山弘吉とリングネームを改め外戦。蝶野正弘 広斉藤と老軍団を結成するなどの活動をする。その後老軍団は、ウーージャパンへと発展し、新メンバーとして、武藤刑事が加入。武藤は、長野の怪我による、欠場中に当時新日本隊所属だった小島を、ウーージャパンに勧誘し、小島もこれに同意し、しかし天山ら旧来からのメンバーはこれに反発し、両者の間には、圧力が生じるが1998年の SG。 タックリーグ公式戦の無党&、小島 VS 天山ウォー、スティングの試合で戦いを通じて、小島のことを理解し、軍団入りを認める。そして翌1999年1月4日、天山と小島は、ヤングライオン時代以来のタックで、天竜玄一郎&、腰中白組の保持する、IWGP タック王座に挑戦しこれを奪取する。 以後このベルトをめぐり長田博史中西学組と構想を展開し、新日本のタック先生を盛り上げる。2000年には、その活躍が認められ、プロレス大賞の最優秀、タックチーム賞を獲得した。しかし2002年に、小島は、武藤と共に全日本プロレスに移籍が決定する。そして新日本プロレス所属の最後の試合はやはり、天古寺で、 試合後花道を去ろうとする小島にマイクを握った。天山は、小島、出て行け、タコ。全日本でも、どこだろうと。頑張れよ、お前。分かってんのか。小児、分かったか。と天山一流のエールを送り、小島はこれに深々と頭を下げ花道を去り、天小児は解散となった。2005年、天山は、IWGP ヘビー級チャンピオンとして、 小島は3冠ヘビー級チャンピオンとして、史上初の4冠統一戦のリングで迎え合った。試合は59分45秒で、天山が脱水症状を起こしこまけ、小島が初の4冠王に輝いた。2006年には G1 クライマックスに小島が出場。大会前に眼中にないと言われ発奮した天山と決勝を戦い、試合は天山が優勝。 この決勝での激闘を通じて二人は互いに歩み寄るようになり、その年の世界最強タッグ決定リーグ戦に天虎児として出場し、優勝を果たした。それからしばらくは目立った活動はなかったが、2008年7月8日に天山が構想を繰り広げていた、飯塚隆史とのランバージャックでスマッチに勝利 5G、BH に袋叩きにされているところに、全日本を 不傷欠場中だった小島が救出に駆けつけ、新壁 &GBH、よく聞け。俺たちが世界で一番有名で、世界で一番かっこいいタッグチーム、天山小島、略して、天古寺だ、馬鹿野郎。と、マイクアピールし、再び、天古寺として活動していくことをアピールする。それから、和寺愛新日本と全日本のビッグマッチで、勝利を積み重ねた二人は、 プロレス界一泣かせるタッグチームというやたらと長いチーム名で満を持たして G1 タッグリーグに出場。初戦こそ落としたものの、それ以降順調に勝ち続け、決勝トーナメントも制して優勝。そして、世界最強タッグ決定リーグ戦でも負傷に苦しみながらも優勝を遂げた。2009年1月4日の東京ドーム大会では、 マカベガ・タナギヤノ2組の IWGP タッグ王座にチーム 3D と共に3ウェイ戦で挑戦することが決まっていたが、天山が網膜剥離で欠場を余儀なくされた。天山はそれから4ヶ月後の5月3日に復帰。復帰戦でチーム 3D に移っていた IWGP タッグの挑戦権をめぐり、ジャイアント・バーナードカール・アンダーソン組と対戦したが、 天山がアンダーソンに敗北。試合後、いつまでも孤児に迷惑かけられへんと活動休止を宣言した。2010年に入り天山は長期休養から復帰。小島はフリーとして、小島軍として新日本に上がると敵対をしていたが、鈴木みのるが小島軍を乗っ取り追い出されると、試合は直接はなかったが、フェードアウトする形となる。2011年8月。 G1 クライマックスで天山と小島が同じブロックにエントリーし6年ぶりに対決。結果は天山がオリジナル TTD で小島からピンフォール勝ち。さらにこの試合で小島は右目眼家庭骨折と診断され欠場。後日開催されたオールトゥギャザーでは久しぶりに同じコーナーに立つことが注目されていたが実現不可能に終わる。9月19日。 欠場中の小島がリングに上がり、新日本プロレース社長菅林直樹の口から同団体への再入団を発表。復帰戦の相手として天山を指名する。10月10日、両国大会にて公約通りに対戦が組まれ、小島がラリアットで勝利を飾る。11月12日大阪大会で決着戦が行われ、天山がムーンサルトプレスで勝利を収める。 試合後に因縁の相手である飯塚隆から襲撃を受け、スリーパーホールドを極められるも、一旦花道に引き上げた小島がリングに戻り、飯塚を追い払った。両者ともに握手は交わさなかったものの、これを機に、次期シリーズではカオスのメンバーから臨調を受けた際に救出に駆けつける場面が頻繁に見られた。そして11月27日、小島の天古寺復活の呼びかけに、 天山が応じ、晴れて再々結成となった。12月4日、愛知大会で、飯塚、秀夫彩頭組と対戦。ブランクを感じさせない、タックワークをこなし、最後は天山が飯塚からアナコンデバイスでタップを奪い勝利した。2012年1月4日、バット・インテンションズの保持する IWGP タック王座に挑戦。天山がムーンサルトプレスで、 バーナードを葬り去り、第58代 IWGP タッグ王者に退官。2月12日にリターンマッチを要求してきた同タッグチームに初防衛戦を行い、小島がバーナードを、ラリアットで勝利を収めた。3月18日には、高山義弘、ランスアーチャー組を尻け2度目の防衛に成功するも、試合終了後に乱入してきた、矢野通飯塚に、 タック王座を強奪される。4月8日に一時は取り戻すことに成功するも、休憩中のサイン会に襲撃をかけられ再度、強奪された。5月3日、福岡大会、矢野、飯塚組と正式なタイトル戦が組まれ対決。試合終盤に天古寺が持ち込んだ手錠を逆に利用され、小島が孤立。さらに、レフェリー不在の中で、ラフ殺法を展開され、 最後は小島が矢野の鬼殺しでピンフォール負けを喫し王座陥落となった。試合後のコメントブースで納得のいかない天山と小島は再戦を訴え、6月16日に同カードが組まれるも試合の収集がつかなくなり、ノーコンテスト裁定が下る。7月22日山形大会、王座を剥奪されて、なおもベルトを持参する矢野、飯塚組とサンド対戦。 リフェリーが4人という厳重体制で行われた試合を制し、タック王座に返り咲くことに成功した。10月8日、両国国技館大会、鈴木軍の KES を相手に迎えた IWGP タック王座発防衛戦に、敗れ王座から陥落。11月11日大阪府立、体育会館大会と2013年2月10日、広島サンプラザホール大会で、 リマッチに臨んだが共に敗れ、同王座をかけたタイトルマッチでは、KES 相手に全敗となっている。2014年4月には NWA 世界、タックチーム王座を獲得するも、10月にまたしても、KES に敗れ王座陥落となる。その後はしばらくタックでのタイトルマッチからは遠ざかって、いたが、2017年3月6日、 大田区総合体育館で行われた新日本プロレス45周年の旗揚げ記念大会で IWGP タッグ王者、矢野ー石井智弘に挑戦予定だった本間智明が直前の沖縄大会で怪我をしたため急遽代役として挑戦し見事に勝利、3年4、ヶ月ぶりの王座奪還となった。天古寺カッター天古寺カッター天山がマウンテンボムで、 相手の体を抱え、小島が相手の首を捉えこじこじカッターでマットへ叩きつける。ダトリーデスドロップと同型。俺ごとアナコンダ立っている相手をスタンディング式アナコンダバイスの要領で捕獲してから、そこへ小島がラリアットで天山の腕ごと相手をなぎ倒す。アナコンダカッター天山が上気の通りスタンディング式アナコンダバイスで相手を捉え、小島が コジコジカッターの形で、相手の顔、胸をマットに打ち付ける。TCD 天山の TTD と小島の CCD を、同時に仕掛ける危険な複合技。新日本プロレス、全日本プロレス NWA プロレス対象10倍発言点コジの、有名な発言として、1プラス1は2じゃないぞ。俺たちは1プラス1で200だ。10倍だぞ10倍という小島の発言が知られている。 元々の発言は1999年3月5日に行われた工業、ハイパーバトル99公楽園、ホール大会のメインイベント広後にされたもので、この発言だけを捉えると明らかな計算間違いに見えることから、雑誌、宝島の読者投稿コーナー、バウに取り上げられ一躍有名になってしまった。一部では対戦相手が一プラス一で二十だといったことに対する挑発返し、 との解釈も広まったが、実際のところは小島が本当に計算間違いをしていた。このため小島は2006年にこの発言を訂正している。しかし発言の訂正は一般には広まらず、2014年現在もこの発言と画像がネット上で広まっているため、2014年10月に小島が自身のツイッターでこの画像いつまで出回ってるんですかと反応。 すると、ツイッターで大きな反響を呼び、小島自身もその RT 数の多さに驚く展開となった。2016年6月には、サンボマスターがこの発言をもじった1、1プラス1プラス1は3じゃないぞ。1プラス1プラス1で300だ。10倍だぞ10倍。ツアーを開催した。合わせて、天コジとコラボレーションした T シャツも発売された。 2016年12月8日に発売された、プレイステーション4用ゲームソフト、竜がごとく6命の歌。に天ん寺で登場しており、このセリフを発する場面がある。ありがとうございます。